今日は中学で使う筆箱と文房具紹介。皆さんこんにちは、あおりチャンネルです。今日は中学になったら使う筆箱と文房具を買ってきたので紹介していきたいと思います。で、その買っている動画も上げているのでそちら見てください。それでは早速紹介していきましょう。はい、まずは東急ハンズで購入したものを紹介します。まずはこれ大事、はい、筆箱です。筆箱こちら、今回シンプルめなものを選びました。で、ここピンクでグラデーションになってて、下は紫って感じなんですけども、後ろはピンクです。で、ここになんか文字が書いてあって、ここチャックなんですけども、これなんか初めて見た形なんですけど、チャックビーって開けてここ折ります。せーの、ダン。そうするとこうやって置けるんですよ。で、めちゃくちゃ便利だなと思って買いました。で、こちらは1760円でしたね。じゃあここの中に詰めていきながら紹介していきましょう。で、まずこれを取ってね。で、ここがねベリベリになってるの。だからここに消しゴムとかも入れられるし、ここにねなんかスマホを置けて、ここにペンをバーって取れるみたいな感じができるらしいです。ここにスマホが入れられるってすごいよね。よし、じゃあ詰めていきますね。この中に紹介しながら。で、次、はい、こちら、これも東急ハンズ。今紹介するのは東急ハンズですね。はい、定規です。これはスヌーピー、こちらスヌーピーのなんか木みたいな定規なんですけども、15センチのものを買いました。17センチのを本当は買おうと思ってたんですけど、入れなかったんです。なのでちゃんと15センチだと入ったので、これここに入れます。じゃあ開けますね。スヌーピーってあんまり私持ってないから、ね、買えてよかった。あ、なんかすごい木みたい。裏はすごい木。じゃあ入れます。ここかな。おお、はい。で、こちらの定規は330円でした。次、続いてはこちら。こちらは修正テープです。こちらは308円でした。でね、これちっちゃくてとてもコンパクトだなと思って、あのボールペンも買ったんです。なのでそのボールペン間違えた時にビーってやるやつなんですけども、まあね、こんぐらいちょっとちっちゃめなので筆箱が、うん、ちっちゃめの方がいいかなと思ってちっちゃめの買いました。まあでもね、そんなに使わないと思うからちっちゃいのでいいと思う。こちらですね、めちゃくちゃ便利だね。ここをこうやってやるとこんな感じで使えます。いいね、ちっちゃいと。じゃあ消しゴムもそんなにでかくないから、ここに入れようかな。こんな感じでいいね。で、次はこちら。こちらはシャーペンの芯ですね。こちらは220円でした。あのね、この形初めて見たんです。なので買いました。で、あのこれのシャーペンの芯がもうなくなったら替えを買うんだけど、この容器の中に入れたいと思います。そう。で、これ 0.5 ミリの HB です。薄めの方が好きなので、好きっていうか書きやすいのでこれにしました。ビニール取ると、20本入ってるみたいです。私さ、普段さ、シャーペンの芯とか買わないからさ、初めて買ったから、なんかそう、なんかね、初めてだから不思議だった。はい、こんな感じですね。見えにくいんだけど、ほら、音聞こえる？これシャーペンの芯ですね。こうやったら、お、出てきた。こんな感じなんですね。いいですね、これね。これちゃんとしっかりね、蓋閉めとかないとね。あ、こうか。こうやって開けられるんだ。ガチってやつだわ。これちゃんと閉めないと、逆さましたら、ブワーって大変なことになる。ここのちっちゃいところ入るかな。あ、入んなかったら違うところ入れます。はい、東急ハンズはこんな感じでした。じゃ次は、3COINS で購入したものを紹介します。3COINS、まずこちら。こちらはですね、この上に綺麗なダイヤがついているシャーペンです。まあ、ともかく開けてみますね。こちらです。こちらサンキューマートで買ったのに150円でした。すごく安いですね。こんな感じで上にダイヤがついています。いつもはピンク系を買っているので、私ちょっとね緑系ちょっと初めて買ってみました。
こうやってやるとこんな感じですね、出てきます、こんな感じです。そうね、シャーペンこんな一気に買ったことないからさ。でさ、この上の台超かわいいよねこれ。じゃあ次、いいね、かわいいわ。次はこちら、こちらは筆箱に入れるものではないんですけど、ファイルですね。こちらは300円でした。フラミンゴのやつですね。開けてみます。でもファイルもいるよね多分ね。こういう系のファイル初めて買いました。こんな感じでここから開けると、でそうするとこんな感じで、え、めっちゃ便利じゃん、めっちゃ入れられるやん。こんな感じで入れられます。え、めっちゃ入るじゃん、便利ね。うん、私ねファイルこういう系初めてだからね。でこれはリュックの中に入れるものですね。じゃ次はプラザで購入したものを紹介します。はい、まずこちら、こちらは紫色パステルカラーですねの、シャーペンです。ここに上に消しゴムがついてるね。でもこういうのって使いたくないよね。こちらは385円でした。これは 0.5 ミリです。今回私は 0.5 ミリのシャーペンを購入しました。こんな感じですね。いいね、シンプル系の方がいいかなと思って、最初の方はねそのシンプル系の方がいいかなと思ってシンプル系買いました。入れます、いいね、なんか不思議だわ。こちらは、パステルカラーのピンクのシャーペンですね。これさっきとは種類が違うので金額も違うんですけども、こちらは330円でした。こっちの方が安いですね。でこちらは 0.5 ミリです。でここすごくない、ここね変えられるんだけど、いいよね、こんな感じで変えられるんです、こんな感じで。なので私 HB の、シャーペンを買ったので HB にします。はい、 HB にしました。で入れます。はい、次こちら、はい、こちらは消しゴムです。モノの消しゴムです、これね。で裏にねこういう柄がついててとても可愛いです。でこちらは165円でした。なんか大きい方がいいかなと思って、あとね可愛かったし、こんな感じですね。やっぱ裏がこんな結構珍しいのでこれ可愛いですね、すごい。じゃあここの消しゴムのとこ入るかな、よいしょ、あ入った入った、あいけるやん、これいいね。じゃあここで止めるってことか、ちょっと待ってね、うん、ギリ止められた、やった、ギリ止められました。ちょ、ここ出てるのはねまあいいでしょ。はい、じゃあ次はロフトで購入したものを紹介します。ロフトは全部ペンです。はい、まずこちら、こちらやっとねボールペン来ましたね。こちらはパステルピンクのボールペンです。ダダダダダダッと、可愛くない。こちらは150円でした。とても可愛いんですよね、これ色もとても良かったです。入れます。そう、学校とかシャーペンとかボールペンダメじゃん、いつもさ6年間鉛筆の場所で鉛筆をいっぱい買ってたのが急にボールペンとかシャーペンのところで買うっていうさ、不思議よ、大人になった気分よ。はい、次こちら、こちらさっきと同じ種類でパステルブルー、青買いました。はい、こちらはさっきと同様150円でした。そう、めちゃくちゃさこの2つ合わせるとねすごい色だよね。他にも2種類色があったんですけども、ちょっとこれに一目惚れしました、色がとっても可愛い。はい、続いてはこちら、はい、こちらミニオンの、ミニオンが書いてある3種類あるねペンです。黒と青と赤、赤と青はなんか丸付けとかに、なんか声が裏返ったね、丸付けとかに使うかなと思って買いました。うん、まあ、黒は普通に使うかなと思って、こんな感じです。今回私は黒だけっていうのはこれだけですね。待って、今思った、やばい、ダイヤギリギリなんだけど、ほら待って、後で怖い。はい、こんな感じですね、かわいいです。でこちらは500円でした。じゃあ入れます。うん、これは余裕でいける。続いてはこちら、はい、こちらはね初めて見たペンなんですけども、これ2種類のペンがあるんですけど、見てインクの分かれてるところがとても面白いんです。そうでね、2個ついてるので買いました。なんかいろんな種類があったんですけど、私はピンクと青のやつです。こちらは150円でした。次、
続いてはこちら、はい、こちら先ほどと一緒のペンなんですけども、色オレンジと黄色にしました。でこちらはさっきと同様150円でした。はい、私が買ってきた文房具はこんな感じでした。さあ、じゃあ入るのでしょうか。どど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 、あ、よかった、ここにあの隙間があるからダイヤ普通に入れるわ。お、はい、こんな感じで綺麗に入りました。よかった。はい、ということで今回は中学生になったら使う文房具と筆箱を買って紹介しましたね。とってもいいものを買えたので良かったです。中学になったら頑張ります。あとはね、リュックとかもまだ買ってないので、リュック買う時も多分動画にすると思うので楽しみにしててください。これで全部新しいから勉強もまあ張り切れるんじゃないかな。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。